こんにちは。ホテルガジョエン東京の東京都指定有形文化財の百段階段をご紹介します。千と千尋のモデルになった豪華絢爛な世界はいかがでしょうか。後半は宿泊者限定のアートツアーです。ホテル内の受付からエレベーターで移動します。いきなりド派手な唐獅子とボタンの螺鈿細工エレベーター扉。最上階の3階にエレベーターは通常のロープ式ではなく油圧式。美術館があったため作品を静かに運ぶために採用されたとか。ガジョエンが1935年に建てられた当時の木造建築物として残っているのはこの百段階段だけであり、2022年で88年目を迎えています。企画展示は時を旅する百段階段。2001年には国の登録有形文化財に、2009年には東京都有形文化財に指定されています。明治から近代化が進む日本、時代の担い手が一部の上流階級から一般大衆へと移り変わりつつあり、高い教養がなくてもわかる豪華絢爛な内装を作り上げました。靴を脱いで百段階段の始まりです。ゴー！20段の手前で、まずトイレ？使用することはできません。色？ジッポの間。代表する日本画家荒木ジッポによる四季の花鳥画が天井に描かれています。フロール紙の螺鈿細工と花鳥画が調和する百段階段で最も格調の高い部屋です。この部屋の螺鈿はフロール紙研ぎ出しというもので大変手の込んだ細工になっているそうです。次は化粧の間です。室内は全て純金箔、純金で、純金砂子で仕上げられ、百段階段一豪華な部屋です。化粧とは料紙と木こりのことです。とにかく空間を埋め尽くす極彩色の彫刻に圧倒されます。まだまだ行くわよ。早急の間です。豪天井の秋田杉および欄間には磯部早急の四季爽快松原の風景が描かれています。昔は天気の良い日には富士山が見え、宴会場として人気があったそうです。早急の間と次の清水の間の間に階段だけのところがあります。他の塔につながる廊下があったのですが不要になり取り壊したこと、さらに別の部屋を増築しようと考えていたが戦時中に焼失してしまったことなどが理由だそうです。また第二次世界大戦中は海軍の病院として使用されてきた建物だったため、赤十字の旗を立てたこの場所は空襲を逃れることができたということです。それでも本館と2号館は焼失しました。とっても華やかな展示。精神の間。杉の間の天井欄間には花鳥画で知られる橋本清水などの作品が飾られています。戦前は山川修法が担当した修法の間と呼ばれていましたが、清水の絵が取り入れられいつの間にか清水の間と呼ばれるようになったそうです。企画展示小さな世界ではミニチュアで懐かしい昭和の世界が並んでいます。かわいいなぁ。最高の間。京都画壇を代表する板倉聖子はこの部屋を一人で担当しました。欄間4面には四季の食材、天井には四季の草加図、襖には草加図が描かれています。北山天然絞り丸太が随所に使われ、すっきりと明るい印象が際立つ部屋。通常細木を針金で固定して育成し人工的に表面にシワをつけるのですが、天然で横柱にできるほどの建材は非常に珍しいそうです。清方の間。美人画の大家、鏑木清方が愛着を持って作った茶室風の部屋。扇面型杉間最多に色相加、欄間の色風俗美人画ともに清方の筆です。ふう。企画展示はオールウェイズ三丁目の夕日の鈴木大手や時和荘のミニチュアによる再現。百段階段に使用されているガラスは昭和初期当時のもので、職人の手延べによるものだという記載がありました。斜めから見ると波打っているのがわかります。96、97、98、99段で終了。頂上の間。最上階に位置する部屋で、天井画は松岡栄休門下の作品です。百段階段はなぜ99段かというと、一言で言うと縁起担ぎのためと書かれています。奇数は要数で縁起がいい。未完の美学、発展性のある数字で発展性がある。ガジョエンは日本初の総合結婚式場。1940年から50年頃の挙式。扉や襖の金具。ミュージアムショップには魅力的なものがいっぱい。以上が百段階段のご紹介です。各回映像や音声による説明もありとても良かったです。でもまだまだ行くわよ。敷地内にある高層オフィスビルアルコタワー。アネックスにはアマゾンジャパンのグループ企業もオフィスを構えている。宿泊者限定アートツアー。客室用エレベーター前に集合。ホテルスタッフに案内していただきます。この時参加者10名くらい。グループで時間をずらして実施されています。
中国料理春遊記、鹿鳴館など数々の建築を手掛けたジョサイア・コンドルによる設計、日本郵船会社専務取締役岩永章一氏の指定を移築したものだそうです。は後に文化勲章を受賞する片山南風による壁画や天井を彩る装飾は昭和モダニズムの香りに満ち溢れ、絢爛豪華な雰囲気を醸し出しています。移築前、窓は外を見渡せ、扉は外へ出られるものだったそうです。彩色彫刻の天井すごい、そして金ピカ、マントルピースがあります。落ち日はダウン、個室浴場、美人画の大家増田玉城の美人花笠踊りの図に包み込まれる。ホテルガジョエン東京で誕生した現存する最古と言われる回転テーブルがある。当時着物の袖が邪魔で両側を取り分けづらい、創業者の細川力蔵氏が回転テーブルを思いつき作らせたということです。虫食いのような黒い跡はタバコによる焦げ跡だというご説明、本当に虫食いのように見えました。満開、とても華やか。こちらにもマントルピース。こんなところで宴会やったらさぞかし盛り上がるでしょう。中庭に出て日本料理徳宇亭に向かいます。館内に日本家屋がある、不思議な感覚。修補の間、格式のある豪天井、螺鈿も各所に多く施されています。天井と欄間に日本画家池上秀穂による四季の花や77羽の鳥が描かれています。箱柱は天女が舞い上がっていく羽衣の像彫刻、彩色されています。障子には組子細工、富士山と星編み。障子を開ければ縁側から中庭が見渡せます。中庭の草木はすべて本物、館内なので水やりは毎日行われているそうです。茅葺きの茅は防火のためグラスファイバー製だそうです。日本画家小竹竹波が描いた現図をもとに、壁と天井は黒漆螺鈿、柱には赤漆螺鈿が施されています。天井には北海道の国立公園が描かれているそうです。壁には縁起の良いとされる鶴が描かれていますが、天井にも縁起が良いとされるウサギが描かれています。今まで見たところとは少し違う重厚な雰囲気を感じました。ありとあらゆるところに衣装が凝らされています。慶月の間、縁側に面した開放的な作りの部屋で、美しい庭園を眺めながらゆったりと食事ができる個室です。天井も明るい室内で全体的に木の温かさを感じます。部屋から縁側が見渡せ、庭の緑も楽しめますね。夏の間はここに並んで涼を取りながら食事ができるそうです。川床みたいかな、行ったことないけど。ちなみに質量を払えば誰でも使えます。迫力ある伊勢海老の螺鈿も見どころ、すんご。もう一度客室エレベーター側に入って、オイラン回廊正面玄関方面へ。床は水引き柄で縁結び柄だそう。有名な豪華トイレ、向かって左が女子トイレ、右が男子トイレですが、かつては逆だったそう。広くて個室の内装もすごい。金や螺鈿を使った豪華な花摘み、中には橋もあるよ。通路の両側の彫刻にももともと彩色が施されていたそうです。入り口の招きの大門の屋根の角度はおもてなしのお辞儀を表現しているそうです。屋根の上には銅製の縁結びを象徴した飾り、菩薩の彫刻は龍、地元大鳥神社の祭礼で担がれるおみこしが飾られています。左右の龍の木彫りが開口のあ行と口を結んだ運行、男の子が恐怖の中タコを持っている木彫は元旦の空気を表現しているそうです。1988年の都市整備計画の実施に伴う改修前の目黒が御苑前景、左上の斜面が百段階段3号館、千と千尋の神隠しで龍が飛び出すシーンはこの窓と通路がモデルとか。披露宴棟のエレベーター、大きな温室みたいな全天候型ホテルだね。平日は神殿や絢爛豪華な和室宴会場玄関もアートツアーのコースにあるとのこと。残念、今日は日曜日。ご覧いただきありがとうございました。バイバイ、また来てね。そのためにチャンネル登録お願いします。